はい、ヒカルデザインのヒカルです。今回は、ウェブデザインをゼロから作ってみようということでですね、まあほとんど何にも決めてないんですけど、まだそうですね、ちょっと軽く自己紹介をしようかなと思うんですけど、私はですね、今フリーランスのウェブデザイナーをやっております。で、まあ今6年目ですね。で、難しいな、何も考えないでしょう。そうですね、ちょっとかなりグダグダではあるんですけど、そうですね、まあ、フリーランスで、仕事をしているとですね、あんまり他のデザイナーさんとか、まあ、コーダーさんとかと、こう、まあ、喋ったりする機会ってすごく少ないんですよね。で、まあ、会社で、まあ、最初は僕も1年半ぐらい会社で働いてたんですけど、まあ、なんだろう、その時はやっぱり、こう、同僚とかと、まあ、どういうふうに、このデザインどうするとか、なんかフォントこれでいいかなとか、まあ、こういう、なんだ、jQuery のプラグインあったよとか、まあ、なんか情報交換しながら、まあ、毎日ね、仕事してたんですけど、やっぱフリーランスになると、まあ、なんか、なんでしょうね。まあ、スカイプとか、まあ、基本メールなんですけど、まあ、作業の指示もらって、なんだろう、まあ、作って、まあ、納品して、みたいなのの、まあ、繰り返しで、なんだろう。まあ、他の人と自分のね、こう、技術の差がどのぐらいあるかとか、なんか、そういうこと全くわかんないというか。で、最近なんかブログで、よく、ウェブデザイナーって、こう、なんか、制作してて煮詰まったりすると、こう、なんか、人のブログとか見て、まあ、なんか、そこで、に書いてあることとかをなんか参考にして、こう、なんだろう、こう煮詰まっているのか、こう脱出するというか、まあ、抜け出すことが多いんですけど、まあそういうところで書いてある記事とかをこう読んでると、もうなんか、あ、やっぱすごいなと、なんかだいぶ技術の差がね、なんか自分となんかこう出てきたなみたいな。まあ、なんで、ちょっと、なんだろう。まあ、そういった意味もっていうか。まあ、で、あ、そうそう、違う。で、そういうサイトとかはよく見るんですけど、なんだろうな。例えば、デザインのやり方だったり、考え方とか、あと、まあ、デザインっていうよりか、どっちかっていうと、まあ、コーディングの方ですかね。例えば CSS でこういうことをやりたいんだけど、できないと。でそういう時に大体こう、ネットで検索して、まあ、ブログがヒットするんですけど、なんかそこで、書いてあることって、まあ、単純にこういう風にすればこうなるよっていうことがすごい多いんですね。で、なんか、まあ、その人が、なんかどういう風にか、ものを考えて、なんかそういうものを、なんかそういう風に作ったんだろうな、みたいな。裏側ですよね。頭の中でどういうこと考えてるのかな、みたいなことって、なんか僕はすごい知りたいなって思ったんですよね。聞きたいなと。なんか参考になるなっていう。で、まあ僕自身自分で何考えて作ってんのかなって言われると、なんかこう、まあ作ってるんで実際。なんか考えてるんだと思うんですけど、それも説明してくれって言われるとすごい難しいんですよね。なんで、まあ、言語化できてないというか、言語化、まあ、説明できないってことはそうですよね。なんか、感覚でやってるところがすごく多いのかなと。なんで、ちょっと今回ゼロからウェブサイトを作ってみようと思うんですが、まあ、こうやって、なんか難しいですね。喋りながらなんか作っていくっていうのは、思いのほか、こうなんかね、マニュアルとかがあって、それをなんか人に教えるみたいなことって、こう、まあ、ある程度こう順序立ててもこう決まってますし、なんか喋ることってできるのかなって思うんですけど、まあこうやってノープランでね、やるっていうのは、
まあ、やってみて今思うんですけど、これ何回撮ったかな、ちょっと、まあ、これを YouTube にアップするかしら分かんないんですけど、まあ難しいですね。まあいいや。なです。で、僕は、まあ、フリーランスのウェブデザイナーです。で、まあちょっと興味ある方はね、見てもらえたらと思います。で、まあ、今回ゼロからウェブサイトを作ってみたということで、まあ、サイト作ります。で、まあ、ほぼ何も決めてないんですけど、まあ一個決めてるのは、あれです。ウェブデザインの参考サイトっていうのを作ろうと思います。はい。で、それなんだと。ウェブデザインの参考サイトってなんだと。まあ、検索したら出てくるんですけど。これあれでしょうね。多分タイピング音とかすごいうるさいかもしれないですね。あ、まあ、このブックマ V3 さんですね。ここなんか僕すごい使ってます。あ、使わせていただいてます。ここね、カラー選べるんですけど、普通なんかこういうサイトって色って一色しか選べないんですよ。で、このサイトさんがすごいいいなと思うのは、このメインで使っているカラーと、この背景色ですね、バックグラウンドで使っているカラーっていうのをこう選べるとか、これすごい便利です。はい、で、まあ、僕が作りたいっていうのがこういったデザインの参考サイトなんで、ウェブデザインの参考サイトなんですけど、こうやってずらーっとこう並んでるんですよ。他のウェブサイト、ね、こう、いいなって思ったサイトをこうまとめてですね。で、まあ、こちらにあるカラーとバックグラウンドから、テイスト、まあ、カテゴリーとかですね。まあ、こういう風に、まあ、カテゴライズして、こう、置いてあると。いいですね。まあ、ほんといつも使わせてもらっててですね。ありがとうございます。はい。で、まあ、作りたいサイトは、ま、こういうサイトですと。です。はい。で、そうですね。まあ、ウェブデザインってどうやって作っていくかっていうと、まあ、いつも作るのってコーポレートサイトとか、もうサイトのリニューアルとか、まあ、人のサイトなんですけど、まあ、コンテンツがもうある状態なんですよ。例えば、税理士さんのサイトであれば、その税理士さんを紹介するサイトですよね。で、なんか、私たち、アバウト、なんか私たちはこういうものですみたいな。自己紹介だったり、あとお客様の声とか、あと、まあお問い合わせフォームですよね。まあこれ一番大事なんですけど、があったりとか、なんだ。また採用情報とかですよね、最近で言うと。なんか採用を、ね、あれなんか求人とか出すとすごい高いんで、なんか自社のね、ホームページからこう採用が取れればすごくいいと。なんでまあなんか先輩の声とかでね、こうなんか、みんな社内で楽しく働いてるよみたいな雰囲気をこう伝えてあげて、こう面接に来てもらえるようにとかっていうコンテンツですね。まあ、そういう税理士さんとかだとまあコンテンツがまあもうあるんで、まあ、ただ今回ね、僕作りたいのはデザインの参考サイトなんで、どうしようかな。まあデザインの参考サイトなんでというか、まあ、自分で決めなきゃいけないんですよね、コンテンツを。なので、そうだな。まあ、コンテンツが、あるとしたら、次に作るのがワイヤーフレームってやつですね。その、骨組みというか、グローバルナビゲーションはここにあるとか、ヘッダーはこうだとか、サイドナビがあるのかないのか、ね、フッターにどういう情報を置くだとか、まあなんか、まあ白黒で、なんかこう、レイアウト、まあレイアウトですね。レイアウトをこう取るような感じです。で、その次に、カンプって言って、フォトショップっていう、ね、これ、フォトショップですね。フォトショップを使って、デザインをしていくと。で、この時に色付けたりだとか、写真素材置いたりとか、っていうのをやります。で、ね、それが出来上がったのがカンプって呼ばれてるんですけど、で、
その還付を作ったら次にはコーディングですね。で、まあ、僕、Photoshop のには結構最近移行して、その前の Fireworks っていう、まあ、別のね、そういうデザインできるソフトを使ってたんですけど、の時は、スライスって言って、画像とかで、ウェブ上に表示するとき、ね、フォントでもデバイスフォントと画像の文字っていうのがあって、まあそういうのをこう、書き出す。まあ画像とかを揃えるんですよ。で、まあその後コーディングですね。で、Photoshop だと今はアセットっていう機能があって、自動的にファイルを保存するたびに画像とかを保存してくれる機能があります。なんで最近スライスとかやってないんですか？で、この後は Dreamweaver っていう、まあ、ソフトを使ってコーディングをしていくんですね。HTML ファイルっていうのを作っていくっていうことです。で、その時に CSS も一緒に当てて、見た目を整えていくと。で、作った、まあそのファイルはまだローカルにあるんですけど、そのローカルにあるファイルを、FTP とかって使って、サーバー上に、自分で契約するんですけど、ドメインと。サーバー契約して、で、そこに、ファイルを置いて、で、まあ、一応公開はされるんですよね。要するに、そのドメイン名を、URL をこう叩くと、こういうアドレスバーにこのそのドメイン名を入れると、そのサイトが表示されると。で、完成と。で、まあ、なんか Google Analytics とか、Webmaster ツールとかサイトマップを送ったりとか、まあ、いろいろやることはあるんですけども、まあ、まず、今回は、ゼロからウェブサイト作ってみた。作りたいサイトはデザインの参考サイトですと。で、作っていきましょう。ちょっとすみません。ぐずぐずですね。難しいですね。思ってる。全然。喋りながら作るっていうのは。はい。で、そうですね。今何分くらいだったのかな、今回こんなもんにしときましょうか。で、そうですね。次回、ちょっと、いきなりワイヤーフレームっていうのもあれなんですけど、コンテンツないですからね。まあ、ちょっと、そうですね。さっきみたいな、このブックマさんとかをちょっとよく観察させてもらって、まあ他にもいっぱいあるんですよ。ウェブデザインの参考サイトって。まあそういったサイトを、まあ参考に、まあ、させてもらいながら、ちょっとなんか細かいところを詰めていけたらなと思います。で、まあ、本当に最後まで頑張って作ろうと思うんですけど、ね、ぜひ気になる方は次の動画も見ていただけたらなと思います。はい。では、ヒカルデザインのヒカルでした。じゃあ、でした。ヒカルデザインのヒカルでした。で、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。